ありがとうございます。もう2キロで着くんでね、次はね、菜の花トンネルっていう心霊スポットなんですけど、間もなく右方向です。そこはね、500メートルで右方向、この間某番組を見てたら、そのすぐ近くにここも心霊スポットなんですって紹介されてて、ちょっとじゃあ行ってみようかなと。ただ一個間違えてんすよね、その番組。それで俺イラッとして閉じちゃったんだけど。これコンビニあんのかな。うわー、これ潮吹いてんな俺。何が？エラパラワラ。ないのかな。およそ300メートル先、右方向です。自販機でもいいんだよな。ちょっと自販機でもいいから、あれだな。ないがしら水分を。まもなく右方向です。目の前はこれ高尾駅ですね。あー、駐車場ねえかな、そのコンビニ。そうですね。そうです。これあれなんですよね、旧甲州街道なんですよね、この道って。20号でこの道沿いって心霊スポットが結構あって、そうですね、近いですね。あ、ちょっとライト変えてきます。で、その湯の花トンネルっていうのは電車のトンネルで、まあ入れないんですよ、残念ながら。目的地周辺です。音声案内を終了します。どんだけ好きなのポカリ。この辺の、あ、これか、このトンネルか、ありましたね。そこがスポットっすね。で、ちょっとトンネルの前に、その某番組で紹介されてたトンネルの前に、その湯の花の方行きますね。一回。これどこでもあるんだっけかな。これか。これターンできたっけここで。
で、そこにさ、お地蔵さん見える？あれ確かお地蔵さんじゃないんだけど、でそのお地蔵さんのことを、なんかこの左行くと八王子城址なんだけど、そのおちむちゃを沈めるためとかなんか言ってたのよ。それでイラッときても閉じちゃったんだけどこれ全然それそういうことじゃないんですよ。これもっともっと悲しいことなんですよ。ここで別に心霊スポットじゃないんだけど、その地蔵はちょっと見りゃすぐわかんだけどね、全然違うんです。降りて見ればすぐにわかるんだけど、よいしょ。でちょっと湯の穴トンネルの慰霊碑がこれ確か降りたところなんで、ちょっとここに止めて見てみましょう一旦ね。トンネルはもうちょいこの下なんで、それで紹介されてた心霊スポット、はい、というわけで到着です。ただ一服タイムです。一服します。ちょっと待ってください。どうしようかな、明るいライトって言った方がいいか。トンネルあるもんね。あれなんか落としちゃった。大丈夫かな。まあいっか、はいっか。中央に見えてる2つの光ってなんだ。あれ中央道ですね。中央道、高速道路。ちょっとね、中央道の話をすると、あのね、この道沿いって中央道、左中央道なんだけど、このね中央道沿い、この辺の中央道沿いって特になんだけど、お墓を結構動かしてる場所が多いんですよ。で、僕が知ってるこの先にこれずっと先行くと相模湖の方行くんだけど、もうちょい先行くとそっちの方もお墓移動してる場所あるし、あとこれのほんのちょっと先の八王子のところは、これリスナーさんに教えてもらったんだけど、無縁仏を移動しちゃった場所があって、でその移動しちゃったための慰霊碑みたいのがあるんですよ。このね、中央道の変なとこ細道ぐるぐるぐるっと行くとポツンと慰霊碑が立ってんだけど、あのね、かなりその墓を移動しちゃってるんですよ。で結構それの慰霊碑が立ってたりとか、そういうのが多い場所っすね、この辺って。なんか気になるよね、そういうのってね。なんか幽霊が出ることってなんか関係あんのかななんて考えちゃうよね。いや、この辺登山道とかじゃないんで、狭いところ動くだけなんで、はい、大丈夫です。だいぶ水分も補給したし、何も問題ないです。でね、ただの直線なんだけど、事故多いんすよ。で、結構だからそういう場所を行くと、で、中央道の方を見ると、事故多発地帯っていう看板が立ってたりとかして、
なんでなんだろうなと思うんですよ。うん、ちなみに今ほらこのナビを今のナビチラッと見たらね、こうなんか知らないけど直線なんだけど多いんですよ、事故がなんかね、わかんないですよ、なんでなんだろうね。いや、なんかだからオカルト好きなんで僕は、やっぱり引っかかるよね、なんかそういうことに関係してんのかなみたいな。うん、なんかついついつなげたくなっちゃうよね。うん、あ、そういうのもあるかもね、渋滞多いかもしれないこの辺ね。うん、なんかそういうの考えちゃうよね、ウキウキしてね。これは絶対に何か墓を移動した霊の仕業なんではないだろうかとか良くないんだよな、そういうのが良くないんだよ、そういうのが霊をネガティブにしてしまうんだよ。うん、良くない。逆に霊が助けてくれてるから本当はもっと事故が多いのに事故が少なくなってるみたいな考えをしていかないといけないよね。うん、幽霊を悪者にしてはいけない、幽霊は悪くない、幽霊のせいにするのは良くないです。というわけでいきますか、ちょっと待ってね。よかった、スマホ時代になってよかったわ。あんまり汗で水没しなくなったからな、ほんとな。これは本当に感謝です。カバンびちょびちょですな。ポチヒマヘハチャメチャヘホタラタヘチャラホパヘ。あれ俺ワイワイ持ったっけ、持ったね。じゃあ、ちょっと「ポッドキャスト」から来たってどういうことだろう。そういポッドキャストやってる人でさ、何これ、男梅じゃないこれ。男梅じゃん。じゃあちょっと。訂正箇所ここですね。ここです。もう見ればあかんじゃん。髪なくなってんな。あ、8月5日に来てますね。8月5日に来てる。あのね、ここは何かというと、
女の子が事故に巻き込まれて亡くなっちゃったんですよ。でその子を供養するために建てられた観音様です。なんかクレーンが倒れてだっけ、ググれば出てくるんだけど、社会科見学かなんかだっけ、で女の子が一人亡くなってるんですよ。でその子のために建てられた観音様で、これ確か名前じゃなかったっけかな、ちえちゃんじゃなかったっけ、それでこれ知恵観音なんじゃなかったっけ、そういうの書いてあったんだけどなくなっちゃったのかな。その子のための観音様っすね、ここは。そうだよね、ちえちゃんだよね。それでこれ、ちえ観音っていう名前なんですね、これね。そういう場所です。あ、ここに書いてある。こっちだ。石碑に書いてあるね。これ読めばわかる。1991年4月19日。ごめんなさい。名前はじゃあ、上は伏せますね。ちえちゃん。去年11歳。学童遠足の途上、この地に。眠る、幼き命のために供養の観音を立ててると書いてありますね。はい。でその同級生だった子とかも来てますね、慰霊のために。そんな場所ですね、ここは。まあ心霊スポットじゃないです。はい、ほらここもね、女の子が好きそうなテープであれしてあげて、器もね、クマさんで、クマのプーさんが好きだったのかな。うん、そんな場所っすね。うん、これがね、なんか中央道の管轄なのかな、このこっちのトンネルが。これは入れないんだけど、これは入れないんですけど、これの一個向こうが心霊スポットっていう風に紹介されてたんですよね。なんでちょっと車で移動してそっち行ってみますけど、その前にちょっと湯の花トンネルは行けないんですけど、慰霊碑がありますので行ってみましょう。何にも書いてない。こっち。いや、行ってないんだわ俺、そのトンネル。だって心霊スポットって知らなかったからね俺。
これびっくりするでしょ。こんな道歩いてると踏切があるんだよ。こんな踏切あるかこれ。踏切があるんだよ、いきなり。トンネルこっち側だよね、確か。もう見えないんですけど、ここが現場ですね。で、これ真ん中立てるんですよ。電気消してもいけるかな。こっちとこっちで、こっちの方にトンネルがあるんですが、さすがに行けないですね。あの線路内に入ることになってしまうんで、でそこが現場なんですが、ね、その辺にね、慰霊碑があるんですよ。こけた。その辺にあるんですよ。その辺にあるんですよ。どうやって行くんだっけかな。できちゃったな。こっち上がってくんじゃなかったっけ。これね、普通にたどり着けないと思う、知らない人は。なんかでっかいのいるな、ここも獣が。あ、そこかな。ありましたね。演出、まあ分かるんですよね。なんか物音がした時にうわーとか言って叫んだり、うわーとか言ってダッシュで逃げたりとかなんかした方が盛り上がるのも分かるんですけど、よろしくないですよね。そのこれですね、慰霊の日、ちょっと知らない方にあれしますと、終戦間近の昭和20年1945年8月5日真夏の太陽が照りつける午後12時20分ごろ、満員の新宿発長野行き419列車が、あ、井の花トンネルって書いてある、申し訳ないです、間違えてました、井の花トンネルです。井の花トンネル東側入り口に差し掛かった時、米軍戦闘機 P-51 2機または3機の銃撃を受け、52名以上の方々が、お亡くなりになり、133名の方々が重軽傷を負いました。この空襲は日本最大の列車銃撃と言われています。私どもは、この戦争の 3個なんて読むんだろう、まあ、なんか惨劇とかそういった意味合いですね、を決して忘れることができません。ここに確認された犠牲者のお名前を書き留め、ご遺族とともに心から
冥福をお祈り申し上げ、現在の平和の日々をかみしめ、戦争を知らない世代へこのことを語り伝えますってことですね。うん、まあ知らない方にもこういうことが戦争であったんだよってことをもう知ってほしいっていう意味合いがあるっていうことですね。この慰霊碑にはですね、戦災死者供養塔とあります。うん、まあちょっとお名前は隠させていただきますけど、本当若い方が大勢亡くなってますね。まあ若いからなんだって話かもしれないけど、すごいな。分かる範囲だもんな。やっぱこういった場所も心霊スポットっていう風になってくるんですよね。どうなんだろうかね。なんかやっぱり心霊スポットってすごいなんかネガティブな言葉だよね。なんかいい言葉ないのかな。なんかこうね、申し訳ないもんね、なんかね、遺族の方々に。線路脇かなこれは。さっきの女の子が亡くなった日と日にちが一緒？ってこと？ああ、お供えの日付がか、お供えの日付がね。なるほど、びっくりした。なんかそういうのってオカルトの方がピピッと働くよね。だからここってやっぱりトンネルの方に行かないとダメなような気がするな。中央慰霊碑あるにはあるんだけど、本当にさ、こういう場所、まあ心霊スポットとしてこういう場所を多く訪れたけど、本当に行くたびに思うのって、幽霊って別に怖くないよね。本当に人が怖いだけだよね。そんな、だって爆撃でさ、機銃掃射でさ、民間人をさ殺しちゃうんだよ、同じ人間が。戦争だからっつって。本当に怖いのは人間だからね。で、もしこの亡くなった方々が
いう心霊スポットとされているんであれば、出るとしてもさ、じゃあ何をするのって話だもんね、その方々が。何もしないでしょ。本当に人が怖いわ。よくほら、人が一番怖いとかさ、人も怖いとか人の方が怖いとか言うけど、それは幽霊と比べてそういう発言するけどさ、幽霊は別に怖くないよね、そもそもね。人だけが怖いよね。この線路すごいよな。畑行くためだけに作られた線路なのかな。ああ、お参りのためとかにも、そうか。トンネル全然見えないね。肉眼でも見えないから相当先なのかな。相当先かな。この先に、あ、あれかな、ちょっと見えるな。ちょっと見えるね。あそこまでは届かないね、さすがにライト。ん？
なんかカカンコンって物音がしたから、なんかあったんかな。鳥が止まったとか、上に。なんだ。いや、声するな。違うの、なんかね、こっちから、うん、うん、うんって声がするんだよ。ちなみに下に家が何軒かあんだよ。だからそこかな、そっからかな。いや、あのね、ウシガエルの低めじゃなくってもうちょい高めの感じで、テレビかな、あのなんか壁越しに聞こえるテレビの声みたいな感じ、わかる？なんか壁越しに聞こえるテレビの声みたいな感じだから、どっかの家でテレビ見てる感じかな。それでそれがちょっと聞こえてきてんのかな。トゥナイト2見てんのかな、もしかして二郎さん見てんのかな。なんかそんな感じなんだよな、壁越しのテレビの音みたいな。あ、ちょっと立ちくらみする、気持ち悪い。中央線かな、中央線、中央線かな、中央線なのかな、中央線なのかな。いや、ウシガエルじゃない、ウシガエルはもっと低いね、かなり。じゃなくて本当あのテレビ壁越しに聞こえるテレビみたいな感じ。うん、
まあじゃあちょっとトンネルの方行ってみましょうか。高圧電線？それかな、もしかして高圧電線って。なんかすごい獣がいるんだな。じゃあじゃあちょっとトンネル行きます。トンネルの横車で行けちゃうんで、車で。移動しますね。よいしょ。うわ、くっせえ車の中、くっさうわ、くっせえ。うわ、ちょっと待ってくださいね、すぐなんで。このまんま行っちゃいますね。くっさ。完全に俺の汗、完全に俺の汗だ。充電大丈夫かな。そしたら Wi-Fi を平置きできるように手で持ってって、ライト持ってくか。くっそ。そうですね、八王子、八王子城の方に抜けれる道で、蛇滝口ってすごいな。これですね、なんか心霊スポットらしいです。何が出るんだろう。え、なんかいない？え？イノシシ？え？こら！え、俺来てないよ、ここ。ちょっと Wi-Fi 置いてきますね、ここに。多分ここ来は届くと思うので。え、あ、やばくない？イノシシじゃない？何あれ。だって俺がそのここが心霊スポットって知ったの、そのイラッときたやつ見てたもん。え、ちょっと待って、え
まで、あれ、生っぽいじゃない。Wi-Fi そこに置いてんだけどね。ちょっと待って、はい、画素を落とす。画素最低にした、画素最低にした。これでいけないかな。ちょっと待って、あれ、え、あれやばくない。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、いや本当にないことねえからな。全然首落ちてる可能性全然あるからな、こんなとこ。さすがに今年は死体は見慣れたけど、首だけはやだな。ちょっと、ちょっとあれ、ちょっとごめん、避けるね。え、ちょっと待って、向こうから誰か来ない？え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、木かこれ、木か、ちょっと待って、なんか音、え、誰か来ない？木か、あ、木。え、誰かいない？こんにちは。あ、来てるわ、ここ。ちょっと待って、俺、ここ来てるわ。これ、別に心霊スポットとしてじゃなく、来てるわ。さあ、なんかここ不気味だよねっつって来たんだわ。別に心霊スポットじゃないけど、でここ俺鹿と話したわ、ここ。あ、ここ心霊スポットなんだ、ここ心霊スポットなんだ。で、入ったの、この中に。向こうまで行ったら、なんかすごい大きいものとかだから、あ、なんだろう、もう人じゃん、これ。カップか。向こう、大きいなんか動物が動いてて、あなたも。で、怒ったら、鹿だったの。音声が消えた。戻ったかな。回復した。いや、なんかさ、
電波来なさいよ、電波来なさいよ、電波、電波来なさいよ。あのさ、ここさ、ここさ、偶然見つけたんだよ。急にだよ。これだよ。今。D4。LT4 だぞ今。ああ。アプリ、アプリ再起動した、アプリ再起動した。あの LTE は4なんすよ、 LTE は4なんすよ今。LTE4 なんだよ、 LTE4 なんだよ今、LT4。 いや LT4 なんだよ、なんでダメなの。もうちょっと最低ガスにしてみるか。ああ配信できるようになった。完全 LT4 じゃん、これほら。LT4 じゃん、ほら。今、最低ガスにしたら治った。なんだこれ。ふざけんなよ。あの、ここね、偶然通りかかって、なんか、怖いじゃん、雰囲気が。なんだろうと思って、とりあえず、中入ってみたんですよね。で、向こう、見に行ったら、なんかすごいでっかい獣が、の音がしたから、こらって言ったら、キューンってなんか、泣き出したから、なんだって言ったら、キューンって言うから、鹿なんだって。あっち行きなさいって言ったら、キューンって言って、あっち行ったの。っていう場所っすね、ここ。ダックさんが教えてくれたの？え、違うの？これ、え？これダックさんが教えてくれたの？え、ダックさん、ダックさん何が出んのこれ？何が出んのダックさんここ。嘘、ダックさんこれ心霊スポットって、ここ教えて俺来たの？ここに？嘘だ。偶然見つけて、なんだろうつって入ったんでしょここ。確か。嘘？本当？これ何、これじゃ、これ何でんのここ。
これ何出んの？何がねえんだよ。何がねえんだか早く教えてくれよ。自分で考えて。女だろ。ここは女が出るんだろう。それも23歳、83、61、84。ああ。転がった。んで、口癖は、だから言ったのにって。だから言ったのにっていうのが口癖。なんか失敗すると、すぐなんか、だから言ったのにっていうの。すんげえイラッとするの。ほんで、なんか、すごいちょっと、DV 的な男と付き合って、なんか、だから言ったのにとか言われて、カッとなって、殺す気はなかったのに、殺してしまって、で、この向こうの山のところに、遺体遺棄して、それから、幽霊が出るっていう風になった場所。で、どうなの？だから何が出んの？何が出んの？いや、進まんかいっていうか、ここもう、今向こうまで行ってきたのよ、一回。うん。で、ちょっと電波が悪かったんで、こっから今見てるんだけど、うん。もう入って向こう一回抜けてきたんですよ。うん。あ、生首の正体って、そこも配信されてなかったの？あれ、木だった、木だったよ、あれ。木。ただ、その木の向こうから、なんかこっちに来る足音がしたの。で、うわ、誰かいる、誰か来てる、誰かいると思って、向こう抜けた時に、ここ来たことあるって気づいて、それと同時に、鹿と話したところだって思い出したの。だから、その足跡も、あ、鹿なんだって気づいた。うん。そこにお花がお供えされてた場所？ここにお花をお供えしてあったの？立ちくらみするわ。ちょっと、じゃあもう一回トライしてみるわ。ここ LT3 だから、ここ LT3 だから、ここに、俺の基地作る。YY 基地。YY 基地作るんで、これ俺の基地ね、YY 基地。この、基地局を使って、もう一回行ってみる。
全然ダメだ。全然ダメだ。全然ダメだわ。こうなったら、この基地もろとも突っ込んでやる。次のさ、次の戦、基地もとも、特殊な感じします。基地ごと行くぞ。うん。奥まで出てた。あった。分かったよ。じゃあ、よし、俺の iPhone8 を出す時が来たか。仕方があるまいて。どうだ？どうだ？俺の iPhone8。仕事してるか？今ね、抜けた方側ですね、これ。抜けた方側。よし。作戦成功だ。これ抜けた先なんだけど、こうなってて、でこれ八王子城址の方に抜けるらしいんですよ、これずっと行くと。うん、じゃあちょっと中行ってみましょう。この石は何だろう。これ落石が転がってきてんのかな。ここまで落石コロコロなのかな。先ほど僕が生首と間違えたのは、木です。木です。もうね、ただの木でした。うん、ただ考え方によっては、ここに忍者がいて代わり身の術を使った後だっていう可能性もなきにしもある。そういう意味では、こ
ここは幽霊が出るというよりは忍者が出るといったスポットかもしれませんね。おそらくですが、まあ、普通に考えるんであれば忍者でしょう、うん、トンネルの中に丸太が落ちてるなんていうのはもう忍者しかないので忍者ですね。完全に忍者がいるな。おそらくなんですが、まあ、八王子城址が近いということもあるんで、おそらく風魔だと思います、はい、だからこれ風魔の丸太ですね。風丸太です。おそらくですが、まあちょっと年輪とか見ればおそらく相当古い丸太だっていうのも多分わかると思うんですけど、完全にそうですね、これね、間違いない。そういう場所ですね、ここは。鍾乳洞？え？え？マジで？え？ペンキ？なるほどね。やっぱり初めて来る心霊スポットは新鮮だな。うん。やっぱり新鮮だわ。うん。やっぱ新鮮なとこがいいね。うん。ここ？鹿がいるね、ここは。鹿がいる。やっぱ初めてのとか新鮮さが違うわ、うん、そうか。
来たことあったか。そうか。全然覚えとらんかった。そうなんですね。こう来たことあるんですね。そうですか。なるほどですね。それは残念。残念っていうか、まあ、幽霊が出りゃいいんで、ねえ、今回出てくれりゃいいんだけど、まあ、出てないでしょうね。そっか。なるほど。これはもう一軒行くか。これは、もう一軒行くか。もうでも4時になるな。ちょっと待ってくださいね。機材変えました。そうか、来たことあるか。どうしようかな。この先にトンネルが一個あって、そこも心霊スポットなんですけど、さすがにな、そこをじゃあな、あれだしな、行ってもな。いや、なんか、ある?あそこ、うん、見たいな、みたいなところ。なんかある?ちょっとよくわかんないんだけど、サンドイッチの自動販売機って。ちょっとよくわかんないんだけど。サンドイッチの自動販売機って、どういうことなんだろう?それな、なんだろう?それな、サンドイッチの幽霊が出るのかな?まあ、八王子なんでね、いくらでも心霊スポットあるんですけど、夜中でも入れる動物園は川崎に行かないと、ないですね。僕の知る限り。ちょっと待ってくださいね。こんな感じかな。八王子近辺だと。ま、何箇所かありますけど。相模湖も近いんだよね、これもうね。殺人事件あったザマのアパートは今人が住んでいて、で、取材に答えてて、幽霊は出ないですって。幽霊は出ないですって。話らしいです。行けそうなスポットを全ちゃんいくつか教えて、パッと今押したとこ言おうか。あゆみちゃん坂。これは何橋だっけ、あの津久井の橋、津久井の橋、と面白そうなとこ。ああ、この井戸は宮崎努のところ、首投げ捨てたところ、山の上の神社かな。公園神社トンネルと近いんですけど、配信時間足りないな。旧小峰は宮崎努とは関係ないですね。何も。旧小峰
で遺体を遺棄したとかそういったことは一切記録に残ってないですね。うん、この辺で宮崎勉関連のところは心霊スポットになってないですけど、唯一一箇所で宮崎勉の、元家があったところから近い山の上に登った神社で、その神社で、首を投げ捨てた場所ですね。唯一の遺棄現場ですね、近くの。津久井湖26分、津久井湖26分でしょ、相模湖21分、相模湖21分、あゆみちゃん坂行こうかな。なんかポチッと一番最初に押したのがあゆみちゃん坂だったのね。なんか気になるじゃん、呼ばれてんのかなってだってさ、こんな感じの地図でここ一番近いのにここポチッと押したんだよね俺。なんとなくなんか気にならない、なんか気にならない、ポチッと押したんだよね。こっちじゃなくて、なんか気にならないこういうのってなんか気にならない。一応30分できるから行ってみる、行ってみようか、ね、行くだけ行ってみよう、何かあるのかもしれないから。ちなみに正式名称は瀬戸村坂っていうところなんですけど、なんであゆみちゃん坂って呼ばれてるかっていうと、ここでまあ遺体遺棄事件があって、これ未解決なんですよね確かね、これ未解決事件なんですよ。あ、ドキュンの川流れ現場は一回行ったことあるんですけど、あのね、電波がね、微妙なんですよね、あそこ。あの現場は、ちょっと残念ながら。この辺だよな。確かこの辺だと。開始にタッチすればルート案内を開始します。5ルートにタッチ、高速その先国道16号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。じゃあちょっと棒読みを入れて、5キロ以上道なりです。出発します、少々お待ちください。寝る人は寝てくださいね、もうこんな時間なんで。ただね、俺なんでこんなに今日配信をそこまでやってるかっていうと、しばらく心霊スポット行けてなかったんですよ。24時間配信があって、みんなが心霊スポットにあちこち行ってるのをスカイプで繋げて24時間中継するって放送やったんですよ。もうその時ね、正直ね、もう俺も心霊スポットに行きたくて、本当になんかもうイライラして今日だからどんな心霊スポットでも
ワクワクしてますね。もうなんかもう居心地いいっすね、やっぱりね、心霊スポットね。もうだってさ、なんか俺が行ってない時の心霊スポットでさ、幽霊なんか出たらと思うとさ、あのもう気が狂いそうになるもん。なんかもうなんかちょっとそわそわしてくるんだよね。およそ1キロ心霊スポット左方向です。行けてない時、あれ今幽霊出てたらどうしようとか思うとさ、なんかこうなんかそわ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 すんだよね。あ、よかったです。いやーもうね、撮りたいんですよ、幽霊が。700m先、左方向です。撮りたいんですよね。16km、あと20分ぐらいには着くかな。1番はね、この間決まったんですけど、鳥取ですね。鳥取の一家心中の家で、2位が新潟の姫川病院、3位が秋田のドライブイン廃墟ですね。およそ 300m、 僕の考える幽霊っていうのは何月何日に死んだ〇〇さんなので、幽霊は映ってないですね。換気もうない、何してんのあの人。え、人だよね。まもなく左方向です。え、いやなんか電柱の裏に人が隠れてたんだけど、ちょっと U ターンする。え、人だよね。なんか おじさんを、ちょっとゆっくり走るよ。多分人だよね。その辺の電柱の裏に人がいたんだけど、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、これか、え、この電柱、ちょっと待って、え、じゃ、え、いや、いたって。白い帽子かぶって、白いシャツ着て、多分黒いズボンだと思う。で、おじさんだと思う。おじさんかおじいちゃん。あれ？あれかな？どっか曲がってったのかな？交番がすぐ出てきたから右、あ、その電柱だ、多分その電柱だ、これこれこれ、およそ200m、この電柱左方向、これ右見える、あのその裏、右、ね、ちょっと後ろ車来てないから止めちゃうわ。この電柱、これこれこれ、この裏、あの家の人とかかな、そこに立ってたんだよね、裏に。その銀の車とその電柱の間だ。え、ここの家の人だよな、多分な。家に入ったんだよな。いや、右。え、しでがあんぞ、ここ。なんだこれ。え、これ、上しでじゃん。な、え、この先ってなんか神社あんの？
シデが張ったんね、上に。なんだこれ。立ち損してたとか、その可燃ついてる。いや、そういう感じじゃなかったな。立ち損とかそういう感じじゃない。なんかぼーっと裏側で隠れるように立ってたな。あ、お祭りね。お祭りのためのシデね。うん。まあまあ、普通に立ってたんだろうな。普通に立ってたんだろうね。これ信号ですね。赤いの。左方向。まあ普通に人だね。普通に人だね。多分ね。でもただなんかちょっと気になったから Uターンしちゃった。なんか気になっちゃったんだよ。なんだろう。ラーメン食べたい。